マインハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州オフフェンバッハ郡の町村である。マインハウゼンは、オフフェンバッハ郡を構成する13市町村のうちの一つで、ヘッセン州南部に位置し、バイエルン州と境を接する。この町は、ラインマイン地区の東辺縁部のマイン川沿いにあり、フランクフルト大都市圏の南東部にあたる。マインハウゼンは、西と北は、 ゼイリゲンシタット、東はカールシュタインアムマイン、クラインオストハイム及びシュトックシュタットアムマイン、南はバーベンハウゼンと境を接する。マインハウゼンは1977年1月1日に法令に従って、それまで独立した自治体であったマインフリンゲンとゼルハウゼンが町区として合併して成立した。この町はオフフェンバッファ軍で最も小さな市町村である。 中世、マインフリンゲンの近くに、ハーナウケ霊園の騎士領として、ハウゼンという村があったことが、1357年に記録されている。ホイザー城は、10世紀から11世紀に丘陵に建設された塔を持つ城であるが、建設者は分かっていない。マインフリンゲン地区にある、町役場マインハウゼンの町議会は、27議席からなる。フランク・ジーモンは、 2020年12月8日から町長を務めている。彼は2020年11月1日の選挙で60%の票を獲得して新たな市長に選出された。彼の前任者のルートディッサーは2004年2月1日から町長を務めていた。オーデンバルト鉄道にはマインハウゼン町内ツェルハウゼン地区に駅があり、ハーナウ、フランクフルトアムマイン。 グロースウムシュタットのビーベルスバッハ方面への列車が発着する。ありがとうございます。